フルデ神社の手法なんだ。はぁー、かわいいかわいい。これはふわらずのまがたまというとてもありがたい宝なのですよ。私にはヘンテコのオットセイのキーホルダーにしか見えませんでしたよ。なあ同感だ。なあリカちゃん、これ本当に古代のお宝なのか。確かに嘘くさいですね。細かいことは気にしない。それでそれでリカちゃん、これ何か不思議な力とかないんですか。グルデ神社の至宝というくらいですものね。何かすごい力があるかもですわね。取説によると縁結びの力があると書いてありますです。なるほど、なんだか神社チックなご利益だな。なんでも赤い勾玉を持つ人は白い勾玉を持つ人のこと大好きになってしまうそうなのです。相思相愛じゃないところがケチくさいですわね。でもさ、一方通行でも十分だよね。自分の好きな人に赤を送ればいいんだから。そうだね、相思相愛と同じことになるもんね。でもそりゃ本当にご利益があればの話だろ。うさんくさいぜ。うさんくさいと思うなら実験してみましょうです。では集団検診は来週ということでお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやしかし今日は暑いですね。本当に効くのかな。みーん、シエ先生、ルミコさん、僕と結婚してください。何事ですか入江先生。冗談をやめてください。僕は何事も本気です。あなたが微笑んでくれるなら僕は全てのメイド服を焼き払ってもいい。何を言ってるんですか。ここは学校ですよ。いや、やめ、信じましたですか。ああ、こいつはたまげたぜ。まったくですわ。こんなオットセイにこんな力があるなんて。可愛くてロマンチック。絶対レナがお持ち帰り。ダメダメダメ、これはレナのじゃないよ。ダメダメダメ。というわけでに、このオットセイのまがたまは部活に献上しますのですよ。ってことは今日の優勝者はこれをもらえるってことですね。縁結びなんてあまり興味ありませんけど、優勝は譲れませんでございますわよ。まあ諸君、ここはだね、そのオットセイも2つあることだし、今日の部活はペアで挑むというのはどうかな。ペアで戦うのも楽しそうなのですよ。レナ絶対勝つよ。レナの邪魔をすると大変なことになっちゃうよ。怪異モードのレナと組んだ方が得そうだな。おいレナ、俺と組むか。ちょっと待った、ベアはちゃんと他の方